皆さん、こんにちは。2019年12月16日、読売テレビで放送された有吉ゼミスペシャルに、歌舞伎界のホープと呼ばれている中村歌唱さんが出演しました。中村歌唱さんの家系図がすごいと話題になっています。今回は、中村歌唱さんの家系図やこれまでの経歴について深掘りしていきたいと思います。まずは、中村歌唱さんのプロフィールを見ていきましょう。四代目中村歌唱さんは本名を小川武雄と言い、1989年5月6日生まれ、東京都の出身です。屋号は播磨屋です。一般的に屋号はお店の名前のことですが、歌舞伎俳優にも〇〇屋という屋号がついています。江戸時代の役者が商人に習って屋号を使うようになったのが始まりと言われていますが、今ではスター性を象徴する称号であり、継承ともなっています。播磨屋は初代中村歌六が大阪三井の番頭丹波屋仁助の子に生まれましたが、播磨屋作兵衛の養子に出されました。播磨屋の屋号はこれに由来します。三代目中村歌六の長男が大播磨と呼ばれた初代中村吉右衛門です。中村歌六は五代目の時、中村歌唱は三代目の時、中村時蔵は五代目の時に、いずれも屋号をよろずやに変えましたが、このうち五代目歌六、三代目歌唱は後年播磨屋に復帰しています。中村歌唱さんは1994年5歳で初舞台を踏みました。当時の芸名は四代目中村種太郎でした。2011年22歳の時、四代目中村歌唱を襲名します。父親の中村又五郎さんも同時に襲名しています。2013年、オンワード柏山のメンズブランド五大陸のアンバサダーに選任されます。2015年、 TBS ドラマ下町ロケットに出演しました。三代目中村又五郎の長男として生まれ、前述の通り5歳には初舞台を踏みました。中村歌唱を襲名する頃のインタビューによると、子供の頃は舞台上で爆睡したり、ハエを払いのける姿が DVD に残ったり、芝居中に足がしびれたりと、舞台では様々なドラマが繰り広げられていたと語っています。それがほとんど記録として残っているのもまた滑稽です。歌舞伎役者は中学生の頃は声変わりをするので、出演する演目が少なく、大抵は舞台に出られない間、日本舞踊の稽古などをして過ごすのが慣例だといいます。しかし中村歌唱さんは中学3年間だけ違うことをしたいと思い、父に相談しバレーボール部に入部し、リベロを務めていたそうです。この中学3年間の経験は価値観や視野がとても良い影響になっているといいます。一方、歌舞伎を一生の仕事にするのかどうかを悩んでいた時期でもあったようです。しかし改めてお父さんの中村又五郎さんやおじいさんの中村吉右衛門さんの舞台にかける意気込みを感じ、歌舞伎一本で頑張ろうと決意したそうです。大学生になって歌舞伎との両立が大変だったそうです。しかし歌舞伎を基本として稽古が終わったら大学の友人と遊びに行くことにより、歌舞伎以外の視野が広がったとも言っています。また自己評価をすると、セリフ覚えが良いが踊りの振り付けを覚えるのが苦手と語っています。若手の歌舞伎役者仲間で趣味の歌舞伎ダーツクラブを作っています。リーダーは2代目中村勘太郎、後6代目中村勘九郎さんです。メンバーは4代目中村梅子さん、2代目尾上松也さん、4代目中村種太郎、後4代目中村歌唱さん、中村和太郎さん、坂東慎吾さんなどで構成されています。ここからは中村歌唱さんに関係する親類について見ていきましょう。2代目中村金之助さんは4代目中村歌唱さんのおじいちゃんである4代目中村歌六さんの兄弟の子供となり、俳優としてドラマでも活躍している中村隼人さんとは親戚同士となります。6代目中村勘九郎、2代目中村七之助さんとはひいおじいちゃんが兄弟となります。中村歌唱さんは2014年の25歳の時、3歳年上の女性萩岡志乃さんと結婚しました。萩岡志乃さんのお父さんはお琴の世界ではとっても有名で、東京芸術大学で教授もしています。
そんなお父さんを持つ篠さんは生っ粋のお嬢様として育ってきました。清楚でとてもお綺麗な方です。中村歌唱さんと萩岡篠さんはもともと小学校が一緒で、その後再会しお付き合いするようになったそうです。そして2人は婚約します。中村歌唱さんは2015年3月にお付き合いしていた萩岡篠さんと都内のホテルで挙式を挙げました。結婚式には500名もの列席者が2人の結婚をお祝いしたそうです。そして2人には2016年2月に第一子となる男の子が誕生します。中村歌唱さんのインスタグラムには子供と楽しく過ごしている様子がたくさんアップされています。そして2018年12月25日には第二子が誕生しました。お嫁さんは山田流箏曲萩岡派4代目家元の萩岡松陰の次女萩岡篠さんで、お互いの父親が同級生とのことです。娘のいない中村歌唱さんの父は娘ができて嬉しいと語っていたそうです。3歳になる長男の小川相馬さんが2019年9月の舞台で初お目見えしました。2022令和4年歌舞伎座秋山祭9月大歌舞伎第一部寺子屋において長男が5代目中村種太郎、次男が初代中村秀之助を名乗り初舞台を踏んでいます。連綿と伝統が受け継がれていることがわかります。中村歌唱さんは学校名を公表していませんが、賀来賢人さんと同級生だとインスタで公表しています。ハッシュタグには小学校中学一緒の本当の同級生と書かれています。賀来賢人さんは学校名を公表していて、私立の男子校行政中学校とのことです。賀来賢人さんはバスケットボールをしていたようなので、バレーボール部の中村歌唱さんと部活は違ったようです。最終学歴は大学となっていますが、大学名までは公表していませんでした。2015年には下町ロケットでドラマデビューします。大学の研修医の役で突然患者が急変し担当医が不在で、研修医役の中村歌唱さんが応急処置をします。その患者は担当医が臨床試験している患者で、絶対に死なせてはならないという極限な状況を演じていました。中村歌唱さんはインタビューで原作のファンでもあり、この作品に出演できて光栄だと言いながら、その中に自分が参加するという現状がまだよく分かっていませんとコメントしていました。中村歌唱さんは若手ながら歌舞伎界で期待されているイケメン歌舞伎役者さんです。歴史ある家系に育ち、歌舞伎という難しい世界で活躍している中村歌唱さん、お父さんの三代目中村又五郎さんも歌舞伎役者でありながら俳優も手掛けており、大忠臣蔵や鬼平犯科帳に出演していました。三代目中村又五郎さんは1956年4月26日生まれ、東京都の出身です。本名は小川光輝と言います。そしてなんとおじいさんは人間国宝に認定された中村吉右衛門さんです。二代目中村吉右衛門さんは1944年5月22日生まれ、東京都の出身です。惜しまれつつ2021年11月28日に亡くなりました。高校の時歌舞伎の魅力を改めて感じた中村歌唱さんは、その後芝居一筋、数多くの歌舞伎の舞台に出演することになります。中村歌唱さんは歌舞伎界では珍しく大学も卒業していますので、学業しながら歌舞伎役者も務めていたということになります。文武両道はなかなか難しいものがありますが、無事に卒業することができています。そして2011年に4代目中村歌唱を襲名します。お父さんの中村又五郎さんと2人で食事をしている時に、軽いタッチで襲名するって言われたことがびっくりしたと中村歌唱さんは言っていましたが、正式に襲名することになった時はとても嬉しかったそうです。そして中村歌唱さんの努力と実力が評価され、1998年から2008年にかけて国立劇場特別賞を3回、奨励賞を2回受賞しています。前述の通り2013年には歌舞伎俳優5名を起用したキャンペーンで、オンワード樫山五大陸のアンバサダーに選ばれました。その際にはいつもの和服ではなくスーツで登場し、とても似合っていたと評判でした。いかがだったでしょうか。今回は
中村歌唱さんの家系図をもとに親類や経歴について見てきました。中村歌唱さんは歌舞伎界のホープとしてこれからの活躍がますます期待されています。そして夫としてパパとしてあったかい家庭を築いていってほしいものです。これからも中村歌唱さんを応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。